イカサ鉄道、イカサ鉄道株式会社、イカサ鉄道、通称イカサバス、英文社名イカサ鉄道は、岡山県笠岡市に本社を置き、かつて鉄道とバスを中心に事業を展開していた会社。2012年10月31日限りで事業を停止し、会社自体も破産手続きに行使解散した。イカサ鉄道の事業を継承して、 2012年11月1日より2013年9月30日まで暫定運行を行った中国バス、イカサバスカンパニー、イカサバス、福山カンパニー及び2013年4月1日より同社イカサバスカンパニーが暫定運行を行った路線のうち福山市内で完結する路線及びカブトガニ号以外の運行を担当し同年10月1日から 福山市内完結路線を運行するい、笠バスカンパニーについては、い笠バスカンパニーを参照。い笠鉄道は主に、岡山県西南部のい笠地方、笠岡市、茨城等と広島県福山市を営業エリアとしていた。そのため、岡山県バス協会と広島県バス協会の双方に加盟していた。かつては、鉄道路線を有していたが、1971年に、 廃止されたため、路線バス、貸切バスのみの営業となった。また、1991年まで、福山市赤坂にて、赤坂遊園という遊園地も経営していた。コミュニティバスの一部を除き、岡山県共通バスカード、イカサ鉄道発行分、イカサバス専用バスカード、販売終了が使用できた。また、福山自動車営業所管轄路線の一部では、 パスピーが利用できたパスピー定期券は、とも鉄道発行分を使用。また、とも鉄道のパスピーを、福山駅前案内所やパスピーリーダー装備車の車内で委託販売してい。また、部屋赤の導入予定はなかった。90年代まではストを頻繁に起こしており、他社がストを中止、回避しても、同社だけは突入することも珍しくなかった。 2012年10月31日をもって、沿線の過疎化や規制緩和などによる経営悪化のため、伊かさ鉄道は、バス事業も撤退し、会社は破産手続きに移行された。バス事業については、茨城市と浅口市の循環バスは北振りバスが一部、引き継ぐほか、主要路線について、当面は道路運送法に基づく臨時措置として、中国バスが引き継ぐことを要請した。 2012年10月17日に、笠岡市役所で、岡山、広島両県と奈良市長などで廃止対策会議が開かれ、代替運行を要請している中国バスに、路線、系統の代替について対策会議としての意見をまとめ、それに基づいて中国バスが代替運行の申請を中国運輸局に行った。代替運行に際し、 運行本数の削減や一部系統の廃止が行われることになった。よりしま里商館の路線は、里商町と浅口市が共同で、代替無償バスを運行した。なお、従業員は一旦解雇された後で、中国バスなどが雇用したが、定期券、回数券、バスカードは使えなくなった。パス P は、他の利用会社で使用可能。2013年4月1日以降、 中国バス、イカサバスカンパニーが引き継いだ路線のうち、福山市内で完結する路線以外については、中国バスの100%出資による新会社である、イカサバスカンパニー、イカサバ、C に運行が引き継がれることが2013年1月に決定した。新会社への引き継ぎに際し、笠岡市内と矢陰町内へ車庫が新設されることになり、それに伴い2路線が新設されることになった。 笠岡市美の浜にバスセンターと新会社の営業所が設置された。美の浜地区はバス路線の空白地帯になっており、路線新設により利便性の向上が図られた。このバスターミナルは笠岡市が私有地に建設した。また、矢影町内への車庫設置により、矢影駅においての茨鉄道との乗り継ぎが改善された。 福山市内で完結する路線は2013年9月30日まで中国バス、イカサバス福山 C、同社イカサバス C を改組による暫定運行を実施していたが2013年10月1日から一部路線を廃止デマンドタクシーに移行の上でイカサバスカンバニーが運行することとなった関連会社だった北ブリバスイカサ観光 いかさ自動車整備、いかさ郵便輸送、いかさ商事は、いかさ鉄道の破産後も独立系企業として存続していたが、いかさ自動車整備は2015年1月23日に破産手続き開始決定。また同じく関連会社だった笠岡タクシーは、日タクシー本社、広島県福山市の参加となった。破産以前に廃止されていた拠点。 伊カ鉄道市会社であったイカ観光株式会社により運営伊カ鉄道破産後も独立系として現存第二種旅行業に登録している登録番号岡山県2-85移転廃止された拠点内は共同運行会社福山自動車営業所担当便でバスカードが利用可能となるのは笠岡自動車営業所担当路線より遅れたこのため 福山社の導入前は、福山、笠岡、東郷前の茨、寄島営業所を含むの両方が単する路線だと、福山担当便だけ、バスカードが利用できないという現象が生じていた。福山市北方の山の地区については、福山駅との直通運転を取りやめ、途中停留所、中国中央病院他で乗り換えるゾーンバス制度が導入された。 パスピーリーダー装備車は、パスピー定期券発行対象の下記路線に優先使用された。以下の区間を往復する場合、往復割引運賃があった。イスズ車を中心に、日野、三菱不走の車両を使用していた。オートマチック車の導入も早く、イスズ EC、EDK でも多くのオートマチック、AT 使用の車両が導入されて、その車両のフロント部分には、 オートマのエンブレムがついていた。またモノコックバスも比較的後年まで生き残っており、廃車後も車庫、笠岡自動車営業所に留置されて部品取りなどに活用されていたが、モノコック車が全車体役したので部品取りとしての用も終了して、片付けられた。近年では、バス路線代替の乗り合いタクシー、予約制用に日産、キャラバンジャンボタクシーや日産、 セドリックタクシーなどの乗用車も導入されていた。イカサ鉄道、北ブリバスの車両には、1台ごとに、車両番号と呼ばれる番号が付与されていた。車両には、アルファベット1文字と3桁、北ブリバス4桁、イカサ鉄道の番号が付けられており、以下の法則に基づいている。これは、イカサバスカンパニーにも継承されている。例、Z8303。Z 1967年、昭和42年1月時点、イカサ鉄道70年史の歩み P28 による、イカサ鉄道では、客貨車形式において、起動車に字を命名し、ボギー車は頭に、方を加えた。鉄道院年報、鉄道院鉄道統計資料、鉄道省鉄道統計資料、鉄道統計資料、鉄道統計各年度版、高井君平。 軽便追走、猫パブリッシング、1997年、213ページによる、本線廃止後の1972年に、西部山口線へ1号機関車の貸し出しと同時に、以下の車両が譲渡された。笠岡から北側にかけては断片的に残っているが、岡山県道48号笠岡美生線の拡幅などで、かなりの急動小が姿を消した。 また、八カ線と茨バ伊勢の旧道章も大半が茨鉄道茨線の道章に転用され、移行はわずかに残るのみである。旧新山駅は駅舎が現存しており、伊笠鉄道記念館として車両や資料を保存している。伊笠鉄道は京弁鉄道を由来とする国内各、私鉄線の中でも比較的遅くまで存続し、 廃車となった車両の大半を解体せず自社のくじ場車庫で保管していたため、多数の機関車、機動車、客家車が減損する。鉄道線が全廃され、売却、譲渡されなかった残りの車両も多くがくじ場車庫に保管されていたが、1980年2月21日、深夜に発生した放火事件による車庫火災でほとんどが失われた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。